ナンバー55、最悪の結果を招かない方法。20年近く実の息子のように可愛がってくれている友人のお母さんがいます。受験を控え不安な気持ちになっていた僕に、やっていることが最悪の結果にならないコツを教えてくださいました。おばさんね、絶対にうまくいくコツは教えてあげられないけど、最悪の結果にならないコツなら知っているの。知りたい？それはね、一生懸命やること。一生懸命やったら最悪の結果にはならないものなの。怠けた時に最悪の結果が出るの。人生で一生懸命やったことは絶対に最悪の状態にならないからね。だから一生懸命やるんだよ。最高の状態を作るのも自分だけど、最悪の状態を作るのも自分。自分自身で最悪の結果は防ぐことができるのだと思います。ナンバー55、最悪の結果を招かない方法。一生懸命やったことは最悪の結果にならない。はい、はい、こんにちは。こんにちは。佐久さん、本日もありがとうございます。はい、こちらこそ。はい、ということで、ちょっと耳が痛いなという私にとっては話題だったんですけれども、はいはい、本当にそう思いますね。最悪の結果になっている時をちょっと想像してみたんですけれども、やはり怠けていた自分が確かにそこにいたなというふうに思うんですね。そうですよね。いや、この確かに今聞くと耳が痛いなと思う言葉 で、はい、で実はここには受験を控えてなんていうふうに書いてるんですけど、これも実は先週お話しした授業に、はい、どうしようもない時に、実はこのお母さんと呼んでる方に電話したんです、で別にこんなこと言ってないんです、大変だとかは、だから声聞いたら分かるんでしょうね、20年間も息子として扱ってくれてると、で、なんかあったんかいって言って、お母さんビジネスのことはよく分かんないんだけどね、っていうので始まったのが、一生懸命やりなさいね、そしたら最悪の結果だけにはなんないよっていうのは、そう、今思うと耳が痛いんですけど、その時は優しい優しい言葉に聞こえたんですよね。本当に慈愛に満ちた言葉ですね。どんなコンサルティングの人のアドバイスよりもなんか腑に落ちてですね、ああそうかって、もうこれ以上ない最悪を想定してますから、まあじゃあそれを一生懸命やったらということでやってたんですね。あ、そうですか。なんかね、20年もこうお付き合いしている方の本当に深い深い言葉なので、それを聞いた時にスイッチが入るんでしょうね、きっと。そうですね、人はいいこと言いますけど、愛情あるかないかで大きな違いますよね。なるほど、そうですね、だから野沢さんのその時の、声を聞いた時に、悲痛な叫びであったり、心の中の不安というものを瞬時に、汲み取ってくださったんですね。そうですね、不思議なほど汲み取ってくださって支えてくださってる方なんですけど、でも本当にそのただ一生懸命をやるっていうことはそれだけで終わらなかったんですね。あ、そうなんですか。最悪の事態を免れるんですけど、その最悪の事態の免れ方も実はこれに続きがあるんですよね。そうなんです、伺いたいです、どんなことですか。本当ね、一生懸命やってるとですね、協力者が出てくるんですよね。なるほど。応援したいという協力者が出てくるんですよね。でその協力者の方がやはり協力してくれるとですね、もうダメかななんて、もう自分だけでは絶対無理なような状況も、これなんとかなってたりするんですよね。そうなんですね、気持ちが違いますよね。やはり自分一人でない、誰かが分かってくれていて協力してくれていると思うと全然違います。感じますね。その時なんて1億近いマイナスがあったんですけど、いやー、たくちゃん1億なんかで倒れちゃダメだよなんてぐらいっていうふうに言ってくれる心強い人たちが現れてですね。いやーありがたいなって、もう一つ付け加えるんであれば、これを体験で這い上がっていく時に、教えてもらった時に言われたのが、嘘をつかないってことですよね。なるほど。人に対しても自分に対してもそうですけども、一生懸命やるってことは自分に対して嘘をつかないことで、そういうことですね。人に対しても嘘をつかないってことをすると、今度は一生懸命やって嘘をつかない人は、これは人として普通応援したくなりますよね。ありますね。なんだか放っておけないですね。ですね。そうですか。じゃあそういうふうに周りの方々に支えられている自分をやはり感じることができますね。一生懸命やっていると。そうですね。それがこの最初のきっかけになったこの言葉でしたね。素敵な言葉ですね。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございます。